どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、シャツ作ろうと思って、はい、自身の私の2枚ほどね。おお、ありがとうございます、はい、1枚はもう決まってるんです。白無地。おお、だから思んないんで、それはもう1枚ちょっと、はい、一緒に選んでほしいなと思って。おお、ああ僕がですか。はい、わかりました。だからもう1枚白無地は汎用性の高い、うん、なるほど。もう1枚はジャケパンスタイルで合わせれそうな、ちょっとカジュアルな、あ、なるほどなるほど、ものにしたいなという。はい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 、生地選びですね、うん、白無地ね。白無地って言っても結構いろんなタイプありますからね。あ、そうそう、リンクルフリーでいこうと思ってまして。お、あ、これですね。ちょっとサボれるやつ言い方めんどくさがりなんで。同じです。こうまとめてこうアイロンがけができないので、はい、朝起きてからアイロン、そうなんですか。今日その日着るシャツを選んで、はい、アイロンがけするんですよ。へえ。じゃあそのアイロンの時間も入れての、朝の5分って貴重じゃないですか。貴重です。わあ、もう45分やみたいな、はい、なってくることが最近結構多々あるんで、はい、そういう時にちょっとサボれるシャツを。なるほど、もうようこそですね。リンクルフリー任せてくださいリンクル、リンクル、無地ですよね。ツイルがね、見た目にはツヤ感が出やすいので。そうですね、結構僕おすすめですけど。高級感はありますよね。ありますよね。違いが分からんな、これ番手ですかね。だから100の装置同士のやつと、サラサラしてるやつと、ちょっと腰のあるような。ちょっと触ってみますね。はい、ちょ、目つぶって触ってみますねじゃあちょっと一回シャッフルしましょうか100番手の装置と50番手の端子。ちょっとシャツはそんな得意じゃないんで、はい、いいですか、目つぶりますよ。感じてください、感じてください。はい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 、いきますよ、はい、いくよ、はい、感じたよ。あ、こっちがね、100-100です、はい、いいしてください。こっちが150です。正解いや、ほんまに分かった、ほんまに分かった。もうほんまに気持ち肉厚なのか、もうほんまにシンプルな方なのかっていう感じだと思うんですけど、まあ一旦原点回帰でシンプルですね、それは。そうやね。こっちてか僕リンクルフリー初めて作るんで、ね、ほんまにもうド定番、ド定番ね。でちょっとこれを言ってみたいと思います、はいはい、デザインはあれですけど、はい、じゃあこれですね。白無地はこのリンクルフリーのド定番でいきます。ド定番100-100の、はい、装置装置。じゃあ君たちはバイバイだよ。お疲れ様でした。じゃあ襟型からいきますか。ちょっと白はクラシックタブカラーとか、はい、そういうスタンスのクラシックっていう感じ。そう、なるほど。タブカラーかピンホールかぐらいですかね。あとはもう普通にショートとか。ショートはラウンドはちょっと違うでしょ。僕ラウンドちょっとね、個人的にあんまり、なんか、うん、イメージないもんね。そう、タブかピンホールですか。ピンホールですね。そうなってくると、うん、どうしてもね。ピンホールは、はい、肩一つだけでしたっけ。ね、普通のシンプルなピンホールと、あとワイドピンホールとあるんですよ。ワイピンね。ワイピンワイピンなんか聞いたことないわ金子さんやってましたよね、ワイピン。僕はワイドワイピンですね普通にピンホールでいいんじゃないですかそのそうね、持ってるネクタイ基本プリント系じゃないですか。ノットがペタコイシンのやつが多いですか、うん、ペタンペタシンですね普通にピンホールいきます。ほんまにクラシック。そうやね、ね、そうしましょうか。一応まず襟型はピンホールにしておきますね。はい、カッツは早いですよ。あ、もう決まってるんですか。カッツはもう僕、あのこの大丸型でいきます。両方とも、うん、別におすすめないですか。あ、袖型ですか。形、はい、僕ノーブル型ですけど。でもあれでしょ、決まってるんでしょ。僕ここ最近まで、はい、100% ノーブル型やったんですよ。もう持ち尽くしたの十何枚と多分作ってきた中で。あ、ずっとそうやったんですね。ずっとノーブル型でやったんですよ。あ、じゃあノーブル型もちょっと距離を置きたい。そう、ノーブルの良さは痛いほど分かってるんですけど。はいはいはい。ノーブルの良さも、ノーブルの優しさも知っとったし。知ってる。だから一回距離を置こうっつって、すごいシンプルでいきたい、うん、そこはね。ね、大丸でいきましょう。まあ、僕も大丸いいと思います、うん、こんなやつです。僕はもうアジャストボタン、これはもういつもなんですけど、アジャストもコンバーチブルもなしでいいです、はい、おー、なしなんですね。なし。
うん、カフリングスしないので。なるほど、はい、胸ポケットはいらないでしょ。いや、白はいらん。白はいらんね。でもカジュアルはいる。カジュアルはいるぐらいですかね。意外とサクサクと決まりましたけど、うん、問題というかバックスタイル、白はもうバックスタイルはもうなしでいいですよ、はい、あのタックはね、ダーツ、あ、ダーツスタイル、ダーツスタイル白はもう確定、はいはい、確定路線で、うん、規定路線で。さあネームどうしますか。ネームいらん、ネームいらん、いらん。いいバッシュ。僕そういうのはちょっと恥ずかしがり屋もう思い残すことはないです。ないですね、はい、はい、ということで、はい、金子さんにマネージャーにお付き合いいただいてありがとうございます。2枚ね作りますんで、またできたら、そうですね、また動画内で紹介させていただきたいなと思います。はい、はい、じゃあやります。めっちゃ簡単やん。答え知らない。ほんま？めっちゃ簡単じゃないですか。ほんま？100の総子と50番手端子。あ、はいはい、はい、で、こっちが100、100ですよ。いきます。わかりますよ、こんなん余裕じゃないですか。こっち100、100だ。100、100間違えてるやんというわけで金子さんのカットやな。いや、ええやん別にそれぐらい。分からへんもん。